プレイヤーで元チェスの世界チャンピオンである。ハバナ出身。4歳の時に父親が友人とチェスをしているのを見て、チェスの指し方を覚えた。ルールを覚えてから3日後に父親とチェスをして勝った。13歳でキューバチャンピオンとなった。恵まれた家庭に育ち、18歳で米コロンビア大学に留学。科学を専攻したが、チェスに没頭しすぎて中退した。 1909年当時アメリカ最強のチェスプレイヤーのフランク・マーシャルに勝ち一躍有名となった。キューバ政府から外交官に任命されたが、認知でもチェスばかりしていた。1914年当時の世界チャンピオンエマーヌエール・ラスカーに挑戦状を送ったが、第一次世界大戦が起こったのと、ラスカーに対戦を拒否されたのが原因で、世界選手権戦が行われたのは挑戦状を、 送ってから7年後の1921年のことであった。この世界選手権戦は24番勝負だったが、14局を戦っただけで、ラスカーが中途放棄し、4勝10分け0敗でカパブランカが世界チャンピオンとなった。1927年挑戦者のアレクサンドル・アレヒンに敗れチャンピオンの座を失ったが、その後も国際大会で活躍した。 1942年にニューヨークで死去53歳ボーツカポブランカ VS ロスカー1925ありがとうございます